アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、教官が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が再現されようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和6年10月14日、場所は兵庫加古川球技陸上競技場にて、2024 X2 ウエスト第3節大阪ガススカンクス対愛知ゴールデンウィングスの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始14時20分キックオフ予定です。両チームその試合に備えましてサイドラインに整列しております。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はホームチームという形で手前側に陣取っておりますのが大阪ガススカンクスです。 X2 に長く在籍しております。時には X3 にありまして非常に厳しい時期もありましたが、2020年に一期全勝優勝を果たしましてその名を轟かせました。現在 X2 においても奮闘しておりますが、今シーズンも優勝を目指さんとこの地に舞い戻ってきております。それに対抗する形で反対側バックスタンド側に陣取っておりますのが、今季より X2 に戻ってまいりました X2 復帰組の愛知ゴールデンウィングスです。創部1989年と歴史ありますが、しかし在野で非常に苦しい時期東海地区を過ごしております。しかし、奮闘しながら X3 でその機会を伺い、現在 X2 に昇格を再昇格を果たしまして X2 定着を目指さんと今シーズン挑んでおります。この両雄による一戦となります。その両チームの意気込みを、チームの代表者伺いましてインタビューさせていただきました。こちらの方を ご覧いただければと思います。これより NFL 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2024西日本 X2 秋季公式戦、大阪ガススカンクス対愛知ゴールデンウィングスの試合を開催いたします。メインスタンド側、黄色のユニフォーム、大阪ガススカンクス。バックスタンド側、白のユニフォーム、愛知ゴールデンウィングスとなります。ただいまフィールド中央では審判によりますポイントスが行われます。両チームの選手によりますインタビューをお伺いさせていただきました。意気込み感じるそのような熱のあるインタビューをいただきました。ありがとうございます。さあコイントスの結果、大阪ガススカンクスキックオフ、愛知ゴールデンウィングスリターンで試合が始まります。大阪ガススカンクスのキックオフにより試合開始となります。この試合は1クォーター12分の正式停止で行われます。
両チームサイドラインで激飛ばしまして、これより試合開始となります。大阪ガスのキックオフで試合開始となります。愛知リターンしまして、自陣24ヤード付近を確保し、この位置からの攻撃と変わります。大阪ガススパンクスのキックオフにより試合開始、愛知ゴールデンウィングス20ヤードのリターン。愛知ゴールデンウィングス自陣29ヤード地点よりファーストダウン。愛知ファーストダウン10。さあ、まず中央へのランプレーを展開しました。愛知ゴールデンウィングス27番ランニングバック高橋宏和選手のランプレー。これがタックル。大阪ガス93番。現在音声の方でトラブルが発生しているようですが、映像の方を流させていただきます。愛知ゴールデンウィングスノーゲインセカンドダウン。愛知セカンドダウン10。パス不成功。パスインコンプリート。愛知ゴールデンウィングスパスを試みましたが、愛知パスを試みましたが、このパス不成功でサードダウンに変わります。大阪スカンクス14番ディフェンスバック田中良樹選手のパスカットによりパス不成功。愛知ゴールデンウィングスサードダウン。愛知サードダウン10。ファーストダウンまで残り10ヤード。インターセプト、ターンオーバー。インターセプト、交代。愛知ゴールデンウィングスのパスを。ここで愛知パスプレーに出ましたが、これを大阪ガス14番インターセプトしまして、攻撃権をダッシュしました。インターセプトで攻守交代、ターンオーバー。攻撃権変わりまして、大阪ガスに攻撃権移ります。さあ、ランプレーを展開しました。キャリア34番ハンドフォーを託されまして、右オープンへのランプレーを展開しています。これはしかし愛知もディフェンス踏ん張りまして、ゲインは1ヤード程度にとどめております。キャリア34番は辰馬、大阪体育大学出身。さあ、再びランプレーでいきました。同じく34番に今度はトスして左オープンへのランを展開します。しかしこれは愛知ゴールデンウィングス38番19番対応しまして、このランを阻止しております。ゲインは2ヤードにとどめています。愛知19番は金井、千葉工業大学出身。38番は日比、名古屋工業大学出身です。パースマン更新まで残り7ヤード。大阪ガスサードダウン7。パス成功。パス成功。
このパス通りまして、6ヤードゲインとなっています。しかし残り1ヤードとなりましてフォースダウンです。パスを取りましたのは10番の谷田でした。キャッチしたのは10番タイトエンド谷田敦史選手。これで6ヤードゲイン。メッセージ、マキコ様ありがとうございます。現在配信の機器トラブルによりまして音声途絶えている模様です。誠に申し訳ございません。映像の方でこちらの方はフォローさせていただきたいと思います。現在機器トラブルがありまして音声が途切れております。誠に申し訳ございません。こちらの方の機器トラブルによりまして音声が不十分な格好になっておりますが、一旦ちょっと仮の形で音声を入れさせていただきます。点数の方は前節の試合の方のスコアの方の訂正が間に合っておりませんでしたが現在0対0となっております。スコアの方を訂正させていただきます。現在ファーストダウン10の状況です。まず外にいますレシーバー1番にパスを通しまして一旦外へ振る形になっております。2ヤードほどゲインとなりました。大阪ガス1番のコウです。江南大学出身。1ヤードのゲイン。大阪ガススカンクスの攻撃敵陣9ヤードよりはセカンドダウン。タッチダウンまで残り9ヤード。大阪ガスセカンドダウン8。さあクォーターバック持ち込みました。左オフタックル付近駆け上がりまして約3ヤードほどゲインとなっております。さあ大阪ガスサーダウン4。ボールオンは相手陣5ヤードまで迫っております。機器調整が残念ながら一人作業ですので叶いませんので誠に申し訳ございません。パス不成功。今度は右側にいたレシーバーにパスを投じようとしましたがこのパスショートしましてパス不成功となっています。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。ただいまファールマーカー反則が発生している模様です。こちらの音声が途絶えていた間ですが、カメラの方で録画しているものはあります。後ほど、こちらの方はディレクターズカットとして投稿させていただきますので何卒ご了承をよろしくお願いいたします。エフェクト等はこちらには含まれませんのでその点も合わせて、ご紹介させていただきます。イリーガルフォーメーション大阪ガススタンド。ペナルティーは2回プレーヤーパスは失敗でフォースダウンです。大阪ガスに反則ありましたがこの反則を愛知は取りませんでした。ダウン進めてフォースダウンに変えます。大阪ガスフォースダウン4フィールドゴールトライ。キックによる3点を狙います。フィールドゴールキッカーは22番正規が務めます。関西大学出身のプレーヤーです。フィードゴール失敗によりましてこの攻撃終了となりました。攻守交代になりまして攻撃権変わり愛知ゴールデンウィングスに攻撃権変わります。大阪ガスカンクスのキックこれを愛知ゴールデンウィングスの選手がカットブロック。これにより攻守交代愛知ゴールデンウィングスの攻撃。さあ序盤大きな攻防がありましたがしかし愛知、見事これをしのぎまして攻撃権取り返す形に成功しております。愛知ゴールデンウィングス自陣18ヤードからのファーストダウンテン。愛知ゴールデンウィングスの攻撃自陣17ヤードからのファーストダウン。
まず愛知ランプレーから入りました。何枠47番ハンドオフから未終点突破を図らんとしましたが、これを大阪ガス59は見事対応し押し返す形で、このプレーを阻止しています。キャリアとなりましたのは愛知ゴールデンウィングス47番の神戸南山大学出身のプレイヤー、それを仕留めましたのは大阪スカンクス59番の田中龍谷大学出身のプレイヤーです。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウンテン、これも大阪が食い止めます。愛知は今度は左側にいたレシーバー1番にパスを通し、そこからキャッチアンドランを図らんというところでした。しかしこれを大阪ガスディフェンス14番13番が見事対応しまして、このプレーを阻止しサードダウンに変えています。ダックルしましたのは大阪ガスの13番の安田です。関西大学出身のバイスキャプテンです。取りましたのは1番の勝本です。関西学院大学出身のプレーヤーです。パス不成功。クォーターバックはしばプレッシャー感じながら左に流れているレシーバーにパスを投じましたが、パスが上ずり不成功となっています。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスフォースダウンセブン、このパントは自陣脱するには至らず愛知陣46ヤード付近でボールデッドし、ここで攻守交代となります。攻撃権変わりまして大阪ガススカンクスに変わります。大阪ガススカンクスの攻撃、敵陣46ヤード地点よりファーストダウン。愛知、失礼しました、大阪ガス相手陣46ヤードからファーストダウンテン、パス成功、ファーストダウン。ここで大阪ガス中央切り込んだワイドレシーバー11番にパス、11番これをジャンピングキャッチしまして、ダイビングキャッチしまして見事攻撃権更新です。大阪ガスファーストダウン、見事攻撃権更新、果たしては11番の引き方でした。京都産業大学出身です。大阪ガス完璧するファーストダウン。大阪ガスファーストダウンテン、パス不成功、ナイスパスリフト。ここで再びパスによって突破を図りましたが、そのパスを愛知ゴールデンウィングスディフェンスフロントが叩き落としましてパス不成功に変えております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。57番鈴木選手のパスカットによりパス不成功。大阪ガスセカンドダウンテン、さあ中央へのランプレーを選択しました。キャリア6番密集点に飛び込んさせて約2ヤードから3ヤードの減に変えております。大阪ガスのキャリア6番は川上です。門前は学院大学出身のプレイヤーです。ファーストダウン更新まで残り8ヤード。大阪ガスサードダウン7、パス成功、ファーストダウン。クォーターバック今度は右に展開していくワイドレシーバー10番にパス、10番これを飛びつきながら見事キャッチしまして攻撃権更新です。大阪ガスファーストダウン、見事にパスキャッチを果たしましたのはワイドレシーバー10番の谷田でした。京都産業大学出身。ファーストダウン、敵陣16ヤード地点よりファーストダウン。
大阪ガス相手陣16ヤードからファーストダウン10。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック右サイドラインが駆け上がりました。ワイドリシーバー22番にパス、22番ディフェンスの競り合い見事勝ちまして、このパスをキャッチし、そのまま一気にエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。先制6点。大阪ガスカンクスタッチダウンパスによって6点獲得となっています。そしてタッチダウンの後のトライ4ポイントに入ります。キック成功、1点追加。大阪ガススカンクス7点、愛知ゴールデンウィングス0点。まず愛知が失礼しました、大阪ガスがタッチダウンパス見事決まりまして、先制点を挙げる形に成功しております。ただいま7点、愛知ゴールデンウィングス0点となっております。ディフェンスも非常にタイトなカバーをしておりますが、これを振り切りまして22番、清家が素晴らしいタッチダウンパスキャッチを決めております。関西大学出身のプレーヤーです。さあ、鮮やかなタッチダウンパスで先制しました大阪ガスのキックオフで試合再開となります。さあ、愛知リターンに入った。しかしこれは大阪ガス見事にカバーしまして、愛知の攻撃開始地点を自陣15ヤード付近にしましての愛知の攻撃に変わります。大阪ガスのキックオフ、これを愛知ゴールデンウィングス30番近藤光太選手がリターン。愛知ゴールデンウィングスの攻撃ファーストダウン、自陣15ヤード地点よりファーストダウン。さあ、愛知ゴールデンウィングスの攻撃に入ります。愛知ゴールデンウィングス自陣15ヤードからのファーストダウン10。さあ、まず中央へのランプレー行きました。まず着実に中央のラン展開しまして、これは出まして約8ヤードのゲインとなっております。9ヤードのゲイン。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン残り1ヤードの状況に変わります。パス不成功。ここで愛知は奥に走り込むレシーバー18番にパスを投じましたが、このパスは不成功となっています。サードダウンに変わります。成功、ファーストダウン。ここで愛知はパスプレーによってこの状況を突破いたしました。中央とどまりました86番、一周点で見事にキャッチしまして攻撃権更新です。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン。タフなキャッチを決めましたのは86番の山田でした。滋賀大学出身のプレイヤーです。パスが成功、ファーストダウン更新。自陣29ヤード地点よりファーストダウン。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン10。ボールオン自陣29ヤード。さあ、ここでカウンタープレーを決めました。
ランニングバックを逆に走らせ、キャリアをその反対側に走らせるプレーで47番に突破を図らせましたが、しかしこれは大阪ガス対応しまして1ヤードロスに変えております。ダウン、セカンドダウンに変わります。田中選手のタックル1ヤードのロス。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン11、残り11ヤード。パス不成功。今度は左に展開したレシーバーに目がけパスを投じましたが、ディフェンスのカバーよく、このパスは不成功となっています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。愛知ゴールデンウィングスサードダウン11。クォーターバック8番、プレッシャーを感じながら前方に走りましたランニングバック35番にシャベルパスしまして、この状況突破を図りましたが、しかし35番人で得られましてフォースダウンに変わります。7ヤードのゲイン、愛知ゴールデンウィングスフォースダウンの攻撃、残り5ヤード。愛知ゴールデンウィングスフォースダウン5。第1クォーター終了です。第1クォーター終了、ここで第1クォーター終了です。時計掲示に誤りがありまして誠に申し訳ございませんでした。ここで第1クォーター終了となっています。第1クォーター終わりまして、大阪ガススカンクス7点、愛知ゴールデンウィングス0点、愛知、失礼しました、大阪ガスがワンタッチダウンリードする形で第1クォーター終了となっております。